充電がもうないみたい。あ、もう1時間経つじゃん。1時間経つじゃないですか。早いですね。足がしびれたよ。よいしょ。もうすぐ1時間です。お腹空いてきちゃった。カレーうどん。カレーうどん食べたい。あぶた作れたの？これね、あ、隣の佐藤さんの通知が来た。今日の隣の佐藤さん楽しみにしとってね。何の話してたっけ？生の日あります。生です。あ、アバター作った理由は9月の末に、9月末だっけ、9月の末、9月の末はカミウサギロペだっけ、それぐらいの時期にあったんですよ。なんかショールームで50万ポイント達成したらアバター作れますよってのがあって、私アバターなかったから作りたいと思って、あの立候補っていうのかな、あれやりたいですって言ってその参加したんですけど、結構前だよね、夏ぐらいの時期にあって、で1回提出したんですけど、それがね通らなくて通らなくて。エゴさん来ます？エゴさん今どこにいるんですか？そう、それでね、あ、ツアー、なるほど、あ、エゴさんだ、わらわらさって言ってるアバターをもらいに来てくださったんですね。ぜひぜひどうぞ、このチリさん作のクロワッサンです。そう、手足がないとダメでした。あと目が1個しかないくて、私が作ったやつが、うん、だからダメですってなって、どうしようって思った時に書いてくれました。ほら、あ、着替えてる、エコさんが着替えてるちゃっかり名前決まってないんですよ。これ名前決まってないんですよね。あの前世の私が考えたアバターはもう幻です。どっかで使わなさそう、使えなさそうだもん。タイミングがなくて。だから。多分存在をね知る者があんまりいないと思うんですけど、あのいたねっていう感じで触れてくれたらあるかな。前のやつとね全然違うよ、全然。だから多分これですってなった時びっくりした気がする。みんないつだっけな、いつ書いたかな、去年だから。いたいたいた、これです。私が書いてたやつはこれなんです。これを見せてチリさんがこれを作ってくださいました。どっちがいい、これもこれでさ並んでたらさ気持ち悪かったよね。これでもさ可愛かったんだよね。これ
これもさ、見たかった、これが並んでるところも可愛くない？ちゃんとほくろあるんだよ。これです。これも良かったけど、足あるけど手は、手となんか口か目か顔を描いてくださいって言われてダメでした。アバターは星を1個でも投げたらもらえます。そうだからね、多分こっちの方が全然可愛いこっちの方が可愛いです。だって可愛いですよ。これからこの生き物からコメントがピュッピュッピュッって出てるからさ、めっちゃ可愛いよ。こんなこんなあれから出てくるの。うん、そう、意外と厳しいんです。めっちゃ黄金のうんちいるけどアバターに。ぜひ皆さんゲットしてください。前のやつはもうお蔵入りでいいよダメ。豊橋はパン屋さんは、豊橋のパン屋さん、豊橋のパン屋さん、駅にあったっけな、駅、駅にね、駅にね、ある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 、駅にあるよ、豊橋駅の中に。ビアードパパもあります。シュークリームまだあるのかな。1万人ありがとうございます。すごい、皆さんもらいに来てくださってるんですね。パン屋さん美味しいです。美味しいパン屋さんがあります。ね、ぴったり珍しい。あ、変わっちゃったかな、ちょうど。豊橋はでも蒲郡も行ったことあるし、結構しょっちゅう行ってたし、蒲郡も。西尾、西尾、西尾市、あれ蒲郡って蒲郡市あれ、吹奏楽だったので、蒲郡の文化会館とか西尾文化会館とか、あとどこだろう、ラグーナの知ってますよ、そりゃめちゃめちゃ。だってラグーナとコラボしますってなった時にえって思ったもん。三河民からするとさ、地元じゃん、蒲郡の。えと思って、すごって思ったもん。わお、ハートたくさんありがとうございます。豊川ワイナリー、豊川ワイナリーもありますね。めっちゃ手書きのワンちゃんかわいい。ワンちゃん、ガローさん、ニキちゃん、着ぐるみ、田原、田原のね、田原も行ったことありますよ。田原は
何もない何もない。豊橋も似たり寄ったりだけどでも田原はね、あれですよ、海があるから強い田原は。岐阜にね、なんか近いものを感じます、うん、岡崎は栄えてるよね、うん、ね、栄えてるって思う。悪口じゃないですよ。イルカ岬もあります。行ったことある。かき氷をね、食べたことがある。めっちゃみんなフォローするじゃん。トヨタのね、車のね、行ったことあるんですよ。車をめっちゃ建物の中、車が徐々に作られていくこういうウィーンみたいなやつを見学に行ったことがあって、意外といろいろ行ってる。学校で行きました。あと、あの八丁味噌ってどこなの？八丁味噌って愛知？岡崎。八丁味噌のね、あれも行ったことある。本家みたいななんかどでかい樽がドゥン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 ってなんかアニメで出てきそうなレベルのでっかいやつも行ったことあるし、うん、そう、また行きたいなって思いますよね。昔行ったことある場所に再びね、見学しに行きたいなって思います。あれもあるよ、静岡になっちゃうけど、うなぎパイの工場も行ったことある気がする。碧南？碧南？好きなんだっけ、読み方ってますか。浜松。ね、手筒花火ね、有名ですよね。刈谷はね、刈谷はね、刈谷は降りたことないかも。刈谷はね、高校が頭いいっていうイメージしかない、うん、あ、山